かつて神々が世界を作りたもうたばかりの時代、この世は三つの種族が治めていた。すなわち人間と魔族と竜だ。今でこそドラゴンはモンスターの一種とされているが、昔は人間以上の知識を持ち言葉を操る者の方が多かったのだ。だがこの三つの種族は世界の覇権をめぐって血で血を洗う戦いを続けた。それを疎ましく思った神々は考えた。この世界を粛清する者が必要だと。竜の神と魔族の神と人間の神は集まって話し合い、ある結論に達したのだ。それは竜の戦闘力と魔族の魔力と人間の心を持った究極の戦士を生み出すことだった。それがドラゴンの騎士だ。いずれかの種族が時として野心を抱き世界を我が物にせんとしたら、それを滅ぼし天罰を与えるのがドラゴンの騎士の使命なのだ。そしてこの私こそこの時代ただ一人の真のドラゴンの騎士だ。だが本来この世に一人しか生まれぬはずのドラゴンの騎士一族にも例外が起こった。それがお前なのだ。お前の力が欲しい。私の部下になれ。今こそドラゴンの騎士としての使命に目覚め、私と共に人間を滅ぼすのだ。俺に部下になれだって、人間を滅ぼせだって、ふざけるな。ふざけてなどおらん。それこそが本来のドラゴンの騎士の務めではないか。いやだ。俺は誰が何と言おうと人間の味方だ。アバン先生の命を奪った魔王軍の手下なんかに死んでもなるもんか。ディーノなんて呼ぶな。見切った。ディーノの名はダイだ。じいちゃんからもらった俺の名前なんだ。俺は魔王軍と戦うフレッツだ。勇者ダイだ。そうか、分かった。では人間どもの呼び方に従ってダイと呼ぶ。ダイよ、人間どもに味方する勇者としてお前を倒す。素直に我が尋問にくだらんと命はないねえと思う。見切った。うん、真っ二つにしてくれる。なめるな。真のドラゴンの騎士が剣を操った時の力、どれほど凄まじいかも。行くぞ。灰になれ。ギガブライト。まだわからぬのか。お前と私が力において雲泥の差があるのだぞ。まだ俺には最後の武器がある。そうだ、ギガブライク。勇者の武器、
俺に残された武器でお前に通じそうなものはもうどんな強敵にも立ち向かっていく。この勇気しかない。これで最後だ。何をするつもりなんだ。デルムリン島に住む勇者。いつものよ。今日は厳しくいきますよ。うわあ、先生がドラゴンに。ありとあらゆるモンスターの中で最強の力を持つ種族ドラゴン。それと互角以上に戦えなくては真の勇者足りえません。さあまずは肩慣らしといきましょう。教えがいがありますね。さて次も張り切っていきましょう。ちょっと熱いですよ。大地山は力任せの技だ。ドラゴンの炎とは戦えない。ドラゴンの炎を打ち破るには海を切る技海破山だ。その通り。